式会社オーラテックで私が代表を務めさせていただいております江口でございます。マイクロナノバブルの専業メーカーで大体20年ぐらい前から小さい泡を作る研究開発、あとあの製品化を行っています。で、最近はですね、その同じ技術を使って無添加化粧品の製造販売も行っています。まあ、物としてはその小さな泡なんですけど、使われている用途としましてはですね、洗浄とか物を洗うですね、洗ったり、あと例えば農業、そういう用途で開発した製品をこの展示会には出させていただいております。今回ですね、こちらの方に出させていただいておりますのはマイクロナノバブルを使った高濃度酸素水装置、まあ、名称としましてはオーラジェットの農事用ということで出させていただいております。井戸があってポンプがあって、そこにですね、これをここにつけると、つけるだけでこの装置もしくはこれ以上の能力を発揮する。金額もですね、まあ、1000万近くしてたのが大体20万ぐらいでできる。井戸水ってあまり知られてないんですけど、水の中の酸素濃度が極めて低いんで、低い酸素濃度の水を植物に与えると土自体が酸素を持たない水になって腐敗してきたりするんですね。で、酸素を嫌う腐敗菌が根を腐らせたりする、根腐れの元になっちゃう。そこに酸素リッチな水をあげると好気性酸素を好む菌がそこに繁殖して、その菌がそこにその酸素を好む菌が集まってそういう土ができちゃう。このマイクロナノバブルの水をあげるとですね、マイクロナノバブルに含まれている活性酸素種、まあ、別の言葉で、ラジカルとか言うんですけど、微弱なラジカルが根っこに刺激を与えることで根の伸びが良くなるということが近年分かってまいりました。日本に農家さんたくさんあります。たくさんありますけど、うちだけではですね、その農家さん全てに、全てというか全国網羅して設置することができないんです。それでこのやり方で農家さんの生産量を増やすということをお手伝いいただけるパートナーさんを求めています。